青春サイドストーリー。初心者です。こうテスト期間もみんな練習しに放課後来たり朝来たり大工が最終目標、この大工が終わったらもう引退なんで、なんか早いなって感じ去年の大工の時になんか先輩の姿見て、あの1年後にこんな感じになれたらいいなって思ってたので、去年の大工から1年が本当にあっという間で、もうあと3日なんて信じられないぐらいなんですけど、大工頑張ろう。おー、私はコロナ禍が明けて、たくさんの人で演奏できてとても良かったです。最初に入ってきた時はうわめっちゃたくさんの人いるって緊張したんですけど、いざ演奏してみたらやっぱ皆さんで一つの心になって演奏できたので、一体感を味わえてとても楽しかったです。オーストラリアからオーケストラも来て、でプロの先生もいらっしゃって、で素晴らしい舞台で歌うことができてとても満足しました。ありがとうございました演奏何点ですか？120点